こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今回はスタッフのダイエットについてのお悩み相談ということでお送りさせていただきたいと思います。辻元さん、はい、今回はですね、私の母のダイエットの相談をしたいと思うんですけども、大丈夫ですか？あ、はい。ダイエットをするって言って筋トレを始めたんですけど、全然痩せなくてですね、筋トレって実際ダイエットに関係あるかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。結論から言うとですね、めっちゃあります。よく同じような、まあ、質問をお客様からいただくことがありまして、ダイエットにおいて筋トレっていうのは弊社のパーソナルトレーニングでも、まあ、ダイエットにおいて筋トレっていうのをすごく重要視してお伝えしてるんですけれども、極論を言うとですね、筋トレだけではやっぱり痩せないんですよ。いつもお伝えしてるんですけど、トレーニング、まあ、筋トレじゃなくても運動と栄養と休養、まあ、この3つのバランスが整って、まあ、初めて痩せていく。痩せるっていうのは、まあ、脂肪が燃えていくっていうことになるんですけれども、それではなぜダイエットにおいて、まあ、筋力トレーニングが大切なのかっていうところを今回は説明させていただきたいと思います。お願いします。まずですね、基礎代謝っていう言葉を耳にすると思うんですけれども、体重を落としていく、脂肪を燃やしていくためには摂取カロリーと消費カロリー、これのバランスがまあ大切であって、摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多い状況になるとエネルギーを使いやすくなって脂肪が燃えていくっていうメカニズムなんですけれども、筋肉っていう組織は体の中の 30% ほど筋肉が備わってるわけなんですけれども、この筋肉がつくことによって基礎代謝量、まあ、何もしなくても消費するエネルギーのことを基礎代謝っていうんですけれども、本当に生きているだけで必ず消費する、これは個々によって個人差はそれぞれなんですけれども、大きく影響するのは筋肉と言われてますので、筋トレをして筋肉をつけることによって基礎代謝量が上がると、結果的に基礎代謝が上がると消費エネルギーも増えるので痩せやすい体になるというところが一つ。基礎代謝っていうところももう少し踏み込んでお話をすると、人間のこの代謝機能っていうところですね、食べたものを消化吸収して、でそれが体の中で、代謝ですね、使われるもので排出されていくっていうような流れになるんですけれども、この筋肉を動かしていくことによってこの代謝機能がスムーズになる、特にですね、糖質のエネルギーを使うことによってまた新しい、エネルギーを貯めてっていう循環が、生まれるので、新陳代謝っていう言い方をするんですけれども、そういった意味でも非常に筋トレは有効になります。なるほど、筋トレってやっぱいいんですね。はい。で、筋トレ以外にも運動っていったら有酸素運動とかもあると思うんですけど、有酸素運動は実際どうなんですか？それも結構いただく質問なんですけれども、有酸素運動も、運動としてはすごく、いい運動なんですけれども、実は筋トレをすることによっての、大きなメリットがあるんです。エポックっていう運動後過剰酸素消費量、それはですね、筋トレを行うことによってトレーニングが終わった後もずっと体は燃え続けているという状況が、筋トレにはあるんです。その消費量は、約100キロカロリー前後とは言われてるんですけれども、最大で24時間、長い人だったら48時間ぐらい、燃え続けると言われています。有酸素運動っていう、酸素を利用する運動とは別で、無酸素運動のような、強い筋トレのような刺激を与えることによって酸素の供給が追いついていないという状況で、それを正常に戻すために、例えばですけど、僕がさっき2時間前に筋トレをじゃあしてきましたと
でもう終わってます。で僕こうずっとこう喋ってるだけで座ってるだけなんですけど、まあ、こういう状況でもですね筋トレをしてから、まあ、ずっとだからイメージしてください。僕の体は普通よりも燃え続けてるというこういう状況が、まあ、筋トレにはあるので、通常の有酸素運動を、まあ、するのももちろんいいんですけれども、有酸素運動っていうのは、まあ、すごく時間がかかると言いますかね、普通に買い物に行ったり日常生活においても軽い有酸素運動とは言われてるんですけれども、じゃあ20分30分じゃ歩くってなってもですね、すごくまあ時間がかかります。有酸素運動はその時は消費カロリーはもちろん消費エネルギーとして使うんですけれども、まあ、その後の消費エネルギーというのは筋トレよりもまあ少ない状況になるので、まあ、やはり筋トレっていうのはですね非常にそういった意味でも有効になってきます。なるほど、筋トレってやっぱめちゃめちゃいいんですね。他にも筋トレで期待できる効果とかってあるんですか？あとはですね、まあ、なんて言ってもまあ見た目、私もこの見た目をかっこよくしたいんで、まあ、筋トレを始めたっていうきっかけもあるんですけれども、先ほどもお伝えしたんですけれども、まあ、筋肉っていうのは体のまあ大きな組織です。まあ、3割程度まあ筋肉で、体のボディラインを作るのもこれ筋肉の大事な役割になってます。でこの筋肉っていうのが30歳ぐらいをピークにもう年々何もしなければずっとこう減っていくと言われてまして、僕今40歳なんですけれども、同僚とかですねちょうどなんか太ってきたとかですね、まあ、なんかお腹垂れてきたとかですね、まあ、そういう状況になって、まあ、筋肉がどん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 減っていってしまうことで、まあ、一番最初に言った代謝も下がって体脂肪もつきやすくなって、で一番多いのがですね腰痛とかね肩こりとかね、まあ、そういう体の不調が出てくるわけなんですよ。これの大きい、まあ、要因が筋肉が衰えていくっていうところも大きくて、まあ、普段の生活でやっぱり使わなくなった筋肉、特に使われない筋肉っていうのはこういうふうに普段座っている生活が長い人でしたら、特にもう足とかですねお尻や腰回りとかですね背中とかですね、そういう筋肉っていうのはほとんどやっぱり使われなくなっていく。でそうすることで、まあ、体のバランスであったり姿勢不良から腰痛や肩こりなどの体の不調につながっていくっていうケースがあるので、これからですねこう普段の生活の QOL を向上していくためにもこう筋肉をつけていくっていう、まあ、筋トレは非常に有効になります。なるほど、それやったら母にも筋トレ続けてもらった方がいいですね。もう続けるように伝えておきます。ありがとうございます。はい、今回のまとめですが、結論を言いますと筋トレもすごく大事っていうところで、まあ、やっぱり痩せるためには運動と栄養と休養の3つのバランスが大切です。運動も大切です。運動の中では有酸素運動も筋力トレーニングもあるんですけれども、今回はこの筋力トレーニングの大切さをお伝えしました。またですね、それぞれの大切なことは別の動画で機会があれば配信させていただきたいと思います。この動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。概要欄の方からクリックして登録お願いします。その他にも B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも開催しておりますので、こちらも概要欄からチェックお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。